ちは。本日は伏見観光協会10国ぶりにご乗船いただきまして本当にありがとうございます。しばらくの間ですが伏見です。早速始めさせていただきます。坂本龍馬の刀傷を癒すためにお龍さんと二人で九州は鹿児島霧島温泉乗船前方にね、この船より泊まる大きな船、あの大きな船が三十国船なんです。あの三十国船は、400年前の福原船、日本に一艘しかない貴重な船となっております。そしてあれは経済産業省の近代財産にもなっております。まもなく到着いたします。2時間の旅でしたが、皆様にまたのお越しを待ちしております。どうかお忘れないようによろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。